コーティング剤を作りました。まあ、いろんなものを使うようにするっていう能力を私は秘めてます。おお、まあ、雪の落ちやすさが全然違うっていう。肌触りがすごいめちゃめちゃ綺麗になると、あと擦り傷、めっちゃちっちゃい小傷とかは消えるっすね。ジン君、はい、これは君の板だね。久々に出てきましたね、この板。うん、はいはいはい、乗った先シーズン。先シーズンは乗ってないっす。乗ってないな。あ、これさ、パウダーボードやんか。パウダーボードっすよ。滑ってたらここに雪ついたりするついたっけ、じゃあ乗ってなすぎじゃん、覚えてない。覚えてないか。実は、はい、こちら、ちょっとまだ試作品でパッケージとかは完成してないですけど、はいはいはい、スノーボードのここに、これ雪がつくのめっちゃうざいなと思って、まあ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 、で、工場と喋ったりとか、生産工場と喋ったりとかしてて、はい、いろいろ喋ってて、はい、雪つかんくならんかなと思って、いろいろ調べたんですよ。はい、で、とりあえず、うん、コーティング剤を作りました。あ、それね。はい、うん、やっとそれなりのものが完成したんで、みんなに紹介したなと思って。で、僕車結構好きでコーティングをしとるわけですわ。まあしてますね。コーティング大好きなんですよ。で、はい、車のコーティングメーカーさんに言って、うん、こういう条件下で使うコーティングで、はい、どういう仕様がいいんですかねっていうのを話し合って、いろいろこうキャッチボールして、先シーズンからテストしてたんですよ。はい、で、完成しました。おもうテストの時の映像以外からここに立てて出てるかもしれない。あー、おーってなるかもしれない。で、完成しました、ついに。こちらでございます。ちょっと中出していこうかな。はい、何が入ってるのと思って、はい、で、コーティング剤2個2液なんですよ。ほうほうほう。あと、塗る用のスポンジ。ああ、なるほどね。はい、はいはいはい、が入ってます。え、これも使うんですか。これも使います。へえ、これも使います。なるほど。まあ、それを実際に塗っていくっていうのと、まあ、効果は最初にはっきり言っとくと、うん、シャバ雪にはめっちゃいい。おー、なるほど。超スルスル落ちる、うんうん、だからシャバ雪が乗っかって乗りっぱなしとか、リフト乗ってさ、うんうん、うわ重いっつってこうガンガンとかやったりとか、リフト乗り場バンバンやったりせんでいい。へ、はい、いいもうスッスッってやったらもう重いのは大体落ちる。落ちる。で、まあ水滴はちょっと残るぐらいかな、うんうんうん、ハイシーズンは、はい、今度これも僕も調べてていろいろ気づいたんですけど、うんうん、黒い板、黒に近い板ほど熱を持つんですよ、うん、あ、この板が。はい、で、例えばこことかは熱を持ちやすくて、うんうん、ここについた雪っていうのは溶けやすくなるんですよ。なるほど。風で凍って氷が粒がつきやすい。はいはいはい、はい、でもこういうモスって文字とかの白いとことか、うん、明るい色のとことか、うん、あと黄色、うん、白とかそういうところは熱持ちにくいんで、うん、雪が乗っかっても雪が溶けずにそのまま滑り落ちるっていうのがちょっと分かって、いろんな板を使ってみて、うん、なんせ黒い部分だけ溶けるなと、はい、なるほど。だからデッキの仕上げと色によってそこは個体差がめっちゃ出るんで、うんうん、そこのパフォーマンスはちょっと板に依存します。なるほど。ただ晴れ雪だったりとか、もちろんパウダーもつきにくくなるっす。うんうんうん。これ2液なんよ。2液ね。結局のところ汚れてたり、はいはい、段差があるとつきます。あー、なるほどね。段差っていうのはこの触るとザラってしてんねんけど、ね、このザラのところがトントンってなってると引っかかるわけよ、うん、ここが丸かったら大丈夫。なるほどな。仮に、うんうん、とかもう細かな段差を、うん、このこっちのちっちゃい瓶で埋めるの。あー、なるほど。ある程度の段差を埋めて、うん、で、弾力性のあるもの、伸縮性のあるものです、うんうん、熱にも大丈夫で、熱、もちろんワックスとかの温度ぐらいだと全然余裕で大丈夫ですけど、うん、伸縮性のあるものやから、うん、まあ、こういうたわみとかにも大丈夫。割れるわけではない、ガラスコーティングって名前なんですけど、割れるわけではない、うん、で、これをやる。その上から今度こっちのスプレータイプのコーティング、どっちも硬化時間2時間かかるんですけど、結構かかるんですか。かかるんですよ。結構固める。ただこれをやると、うん、その上に今度定着しやすい偽性膜っていうのを作るんです。これを保護膜と面を出すっていう、下地を作る膜、はいはい、で、これが偽性膜、うん、要はこいつである程度ベース、下地を基礎を作ってあげたら、うん、その上にさらに滑りのいいコーティングをしてあげてください。おー、なるほどな。段差をさらに埋めて無機物とか、まあ、雪とか、まあ、いろんなものを使うようにするっていう能力をこいつは秘めてます。それの2層構造がいいんじゃないって。で、たまにメンテナンスで板清掃したら、はいはい、これでシュシュってやってまた硬化剤を塗り足してあげてくださいと。おー、なるほど。それがやっぱ車とかでもそういうのが一番車きれいに保つし汚れにくくなる。で、もちろん雪だけじゃなくて汚れもつきにくくなります。なので、まあこれの使い方も含めてちょっと、あと違いとか、あと水シュシュかけてどのぐらい水が落ちるんか、そういうのもちょっと見てもらおうかと思うんで、早速やっていきたいと思います。はい。で、一応まだこういうメンテナンスマニュアルっていうのがあって、はい、ちょっとこれは印刷したんですけど、うん、こういうのが実際入ってます、うん、あと注意事項とね、うん、
で、まあ一発目はリムーバーとかパーツクリーナーで清掃してねっていう、うん、あ、綺麗に、はい、板自体を。で、せっかくなんで比較したいんで、はい、ジンの板を、うん、まあ清掃したところと、はいはいはい、部分分けしていい、これいいっすよじゃあここはもう清掃もなしエリアにしましょうか。あ、そのマスキングしてね。はい、あ、なるほど。清掃もなしのエリアにしましょう、はいはいはい、ここは。ちなみに新品の板をやるときも一応清掃はしてくださいとの、うん、生産工程上で付着するホコリとか油分とかがあるんで、まあ、脱脂をしてねっていう。車でもそうやもんね。そう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 、うん、新車ではから新車でも一緒やからね。まず清掃していきます、はい、こちらサイドウォールまでできますある程度。ほう、なのでまあサイドウォールもこうやって、あ、サイドウォールもコーディングできるってこと。サイドウォールもできる。ちょっと汚いと思うな。うん、めっちゃ汚いなと思ったで、まあ今あえて中古の板でやって、まあ実際多分みんなやる人のほとんどは中古にやるから、まあでも新品の板でもやる人もおるかもしれない。そうやね、うん、最初からそうね。まあ新品状態でやるとめちゃめちゃ綺麗です。絶対そうっすよね。うん、新品にやる方がいいですね。うん、血が錆びてんのバレるわ。汚いなもう、コースプレイヤーだからね。なんかパウダーボードって、うん、ハイシーズン乗ることの方が多くない。まあ多いですね、大体は。だから汚れづらいんちゃう。あ、逆にね。逆に僕は結構通年乗ってましたけどね、これ。あ、そうなの。いや、もう変えるのめんどくさいから。なるほどね。そう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 、まあ、こんな感じで。じゃあコーティングする前に、うん、清掃したところと、はい、してないところのマスキングで、うん、またちょっと変化をつけましょう。なるほど。はい、じゃあここはコーティングなし、はい、あ、なしね。清掃だけってことね。はい、綺麗にしただけ、うん、まあ多分あんま変わらんと思う。そんなにベラボに汚れてなかったな、うん、で、こういう感じです。はいはい、清掃ができたら、はい、ちゃんと、うん、揮発させてください。あ、これね、うん、うん、あんま清掃の下液剤残ってると、うん、あんま良くないんで、まずこちら、この青いベースコートって名前なんですか、こいつをやる。ただ塗るだけなんですか、それ。ほんまに塗るだけ。へ、ちなみに、うん、これ1個で3枚分ぐらいできるんですよ。結構いけるんやな、はい、うん、ただこいつはもう1回使い切りと思っとってください。要は硬化が始まるんで。あ、開けたらってことですか、はい、湿度に反応するらしいですよ。へえ。で、こうやってここにこうやって取って、うん、ちょんちょんちょん出していくっていうイメージ。うん、はい、まあ、ある程度含ませたら、うん、まあもうここを走らせるだけ、こうやって塗るだけね。うん、こうやって普通にそんな感じでベターって塗ってていいんですか。ベターって塗ってていい。へえ。ここ楽しみやな、ここの境界線どんなどんだけ変わるのかって、うん、で、うん、こういうところバリが出たりしたら、はいはい、スポンジが破れるんで、うん、ちょっと気をつけてやってください。なるほどね、はい。まあ、最初にちゃんとあの研磨とかした方がいいかもしれない。まあ、ほんまはちょっとこう、まあ、こだわる人とかはちょっとポリッシャーとかかけてもいいですけど、ほんまに車と同じノリでいいと思うんでやってみてください。で、ちょっと液が伸びんくなったなってなったらまた足して、はい、細かな注意事項というか気温何度でやんないでくださいとか、うん、そういうところは全部注意事項に書いてあるんで、その辺はちょっと購入前にもちゃんと読んでもらって、うん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 、自分の板にできるんかできんか、まあ、全部の板を試したわけじゃないんで、はいはいはい、ただ大体の板にはいけるんですけど、やっぱりデッキの材質によって定着しづらいものとかもあるんで、そこはちょっと自分の判断でやってみてください。なんかでもやっぱ塗ったらなんか綺麗になって気はするけど、まあ、これだけでちゃうよな。なんか色がちゃんと出たような気もせんもないような。そう、特にマットの板、こういう、うん、こういう板、うん、発色がすっごい良くなる。なんか良くなった気がするなぁ。で、発色も良くなるし、うん、マットの質感は損なわない。確かにね。で、まあサイドウォールも一応ちょっとバリ出てるからあんまり綺麗にはできへんねん。まあ全然もうないところだけで。サイドウォールもじゃあここだけやらずに置いとくから、うん、なるほどね、うん、バリが出てもらってる。右と左でやらんと分ける。あ、いいっすよ。じゃあもうじゃあこっちはなしで、なしでやれば。左なしで、うん、右があり。で、あと、うん、これついてるんですよ。ほう、これ何かっていうと、うん、ちょっと染み込まして、うんうん、特にパウダーボードのこういうとこ、あいつだとちょっと無理なんで。ああ、なるほどな、はい、入りにくいところか。そうっす。だからこういう形状の板とかにも使えるように一応こういう綿棒みたいなスポンジをつけたんで、うん、インサートホールには基本液剤自体薄いんで、まあ、入り込んでも問題はないっす。ああ、なるほどね。ただ気になる方はマスキングしてもらったりして、うん、やる方がいいですね。ムラなく塗り込めたなっていうのをちょっといろんな角度からこうやって見たら、はいはいはい、タオルが2枚入ってるんですよ。入ってましたね。で、このちょっとモフッとした面で拭いていく感じです、うん、もう全部拭き上げて回収していく感じです。逆に、はい、まあ、厚塗りしてもいいんですけど、うん、ちょっとあんまり塗りすぎても良くないんで。なるほど、なるほど、はい、
ちょっと取れる取ってますね。まあでも車のカーコーティングとかもほんまはこういうもんなんですよね。引き上げてるんや。そう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 。で、まあやるときにちょっと手袋を履くとか、うんうんうん、まあ、気になる人が入ってくる。で、この面使ったやん、うん、そしたらちょっと面を変えて、うん、2回引き上げてください。へえ。で、できるだけもうムラは残さんようにやってあげてください。なるほど、はい、これじゃあ3枚切るってことはこう横に3枚並べて一気に塗れば大丈夫ってことですか。そうやね、うん、ボードの材質とかサイズによっては2枚までしかできんパターンとかある。あ、そうか、長さとかも、ね、そうそう、あとこういうデコボコの材質のもんとかは、まあこれとかもそうなんやけど、うん、ちょっとザラッとしてるやん、はいはいはい、仕上げが。そういう板はちょっと溝に入り込んで結構液材をたくさん使っちゃうんで。あー、なるほどな。そうなんです。まあ2面ぐらいで拭いたらまあええかなって、うん、で、心配な人はまあ3面目使ってもいいんですけど、うん、まあこれで一応 OK、 まあ一通り拭けたかなっていう、はい、で、まあこうやって一応見て、うん、光当てていろんな角度が見て塗りムラがないかっていうの、うん、液材がドボって残ってたらそこだけ硬くなってボコって段差になるんで。ああ、そういうことか。うん、で、やっぱ削らんと取れないんで、うん、で、一回塗ると、うん、塗りっぱなしの施工で、このまま2時間待ちます。はい、2時間経ちました、うん、そしたら今度はトップコートっていう、ほう、これを直に振り付けるんじゃなくて、ほう、ここに取ってこうやって。あ、そっちなんや。なんとなし取って、で、さーっと拭いてあげる。そっちない。これ本体にかけると思ってたわ。やろう。はい、ちゃうね。タオルに、タオルで、まあそのかけるんや、そっちに。そうなんですよ。ちょっとムラなく 2,3、うん、回ぐらいこうやって拭き上げてください。あ、しっかりとね。そう、しっかりめに。液も多すぎず少なすぎずというか、うんうんうん、そういう感じでやってあげて、まあ、ほどほどにってことですね。そんな、そうね、やりすぎると、うん、やりすぎも良くないし、うんうん、少なすぎもちょっと。なるほどなるほど、はい、これでできました。おお。で、また2時間待ってください。あ、こっからね。こっから2時間待ちます。 OK です。そしたら完全硬化するんで、うんうん、仕上がりが間近です。これソールが気になる人は、はい、マスキングしてあげた方がいいです。あー、なるほどね、うん、液材がまあ塗り込むだけやからソールに行くってことはまあないと思うんですけど、うんうんうん、僕もやっててそんなソールがなかったんですけど、うんうん、一応まあ気になる人はソール側をマスキングするとかした方が確実かなと、うん、まあよっぽどよっぽどっすね、まあ、でインサートも大丈夫です今のところ、うんうん、僕はそのまま使ってみても全然緩むとかもなかったんで大丈夫かなって、うん、これで2時間待ちましょう。はいはいはい。で、2時間経ちました。はい、ジン君、はい、ここは清掃ありでしたね、そこ確か。ここ清掃したところがこれ。いくよ。はい。はい。わかる？ああ、あと出てるわ。やろ、うん、で、触るとめっちゃわかるよ。これちょっとここ触ってん。これな。うん。おお。ほな、引っかかんねえな、これちょっと。そう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 。で、サラサラいくね。手くろ。水いくよ。はい。おお。たまーしとるせやん。こっちは疎水、うん、要はべちゃってしてるやん。うん、でもこっちはたまになんね。たまーしとる。こうやってほら。こっちは落ちてくる。落ちるな。もう一回いくよ。もう一回お願いします。ほら。全然たまないもんな。ほら。おーおーおー。落ちてくる。弾くな。そうです。で、清掃してないとこ。うん。はい。さらにゴミがついてるんですよ。確かに。で、ゴミがついてると なおさら、こう、ぺちょってするの。ほんまやな。ああ、確かに確かに。だからこう、汚れもついてるし、うんうん、引っかかって落ちにくい。水も落ちにくいな、確かに。そう。でもこっちの方は玉になってるんで、うん、ボードの面に対して、うん、玉で乗っかってるんかこうやって乗っかってるんかで、ほうほう、この方が凍りついても剥がれやすいんですよ、うん、ああ、なるほどな、はい、パリパリって剥がれしやすいし、こうやってベチョってひっついてるとやっぱ面でひっついてるんでへばりつきって取りにくい、うん、だからこんだけ差が出るっていう、確かに、ね、白もんです。すごいよね、ここが圧倒的にもう違うよね、うん、綺麗だったこれね、うん、まあ、触っても違ったもんな、ここ、そうそうそう、で、段差が埋まってて引っかかりが少ないから当然水濡れた時の方が分かりやすいかも、うん、そう、あ、ほんまに全然ちゃうな、ちゃうっすよね、そう、ベチョってなるね、うん、これすごいな、ツルツルするってなるんで、まあ、雪の落ちやすさが全然違うっていうものなんですよ、うんうん、いろんな板に施工したんでそれを最後に紹介させてもらおうかなって感じです。はい、まずエバタからちょっと板借りて、クロージャーの、はい、まあ、デッキ、クロージャーはクリア仕上げの板なんですけど、ちょっとこっちから見るのが一番分かりやすいかな、ここだけやってないんですよ。あー、ちょっと後で、この、はい、うんうんうん、で、はい、触るとまた違うっす、滑らかさが。あー、ほんまやな、引っかかるな、こっち、こっちめっちゃ引っかかるやんか、うん、だからこのツルツルになるんで、多分雪は落ちやすくなる、うん、まあ、あとエバタにもテストしてもらって感想聞きたいなと思ってて、うん、だハイシーズンがやっぱ課題になってくるんで、まあ、春先とかはもう完成度が高い
もなってるんですけど、もっとブラッシュアップしてつきにくいにしたり、まあ、黒じゃないかこんな感じ、まあ、見た目はそんなに変わらんかなって感じだけど、こう肌触りがすごい、なんていうの、面が出てめちゃめちゃ綺麗になると、あと擦り傷、めっちゃちっちゃい小傷とかは消えるっすね、うん、あーなるほどね、埋めてくれる、こことかはなんか小傷が残んねんけど、ここはやっぱ埋まるようになってる、あー確かにな、擦り傷が、うんうんうん、まあちょっと指たら思うんすけど、わ、うんうん、かるもんやったらわかる、うんうん、はい、じゃあ次の人、僕がたまに愛用してる原点スティックの、はい、トリニティって言ったんですけど、うん、これね、はい、ここだけやってないですよ、これ、ね、これもね、また全然ちゃうよ、音が鳴るもんな、やろ音が鳴らなくなるんですよ、こうやって、うん、ブルブル、ほらほんまやな、全然ちゃうんですよで、仕上がりもめっちゃツヤが出て、うん、車のツヤ出し剤なんですよ、言ったら、うん、ツヤ出し剤で、うん、ボードにのベースに定着して綺麗に見える、なおかつ雪も落ちるっていうものを、うん、スノーボード用にちょっと開発してもらってるんで、うんうん、やっぱり寒冷地でも大丈夫だし、はい、まあ、それなりに綺麗さも出るっていう、うんうん、だからめっちゃ綺麗になった、確かにね、使っとるね、うん、ま、だからこれ新品の状態でしたらめちゃめちゃ多分いいなっていう、あーなるほどね、うん、続きまして、はい、こちらです、これがやばいね、みたいな、ほらわかる、光ってる、光ってるかな、あでもな、あ光ってるかな、あでも、あ光ってる、光ってる、エグやろ、あ、そうしたらめっちゃ光ってる、エグやろ、エグエグ、これ、うん、ここだけ光り方違うじゃない、あ、もうここで明るい、今ここちゃうやろ、違う、小笠原のマットが一番違いが出てる、へぇ、そうなんだ、しかも触ってほしい、この仕上げな、あ、この仕上げ、これが塗った方、これ塗ってない方、あー、こうやもんな、もうまずキュッキュいい、もうなかなかキュッキュ言わへん、うん、あ、全然ちゃう、ほんまにやろ、ツルツルしてる、で、一番違いが出るなと思った、そのマットが、そう、なるほどね、で、これパール入れてるんですよ、入ってますね、はい、メタリックとかパールの塗料を入れてる小笠原系の板はめちゃめちゃかっこよくなってる、うん、これは俺はええ色してる、うおーってなった、うん、やっぱで、ダブル X 自体が車の塗装に近いものを使ってるんですよ、うん、塗料とかも、で、はい、できるだけ車に近い質感っていうのを目指してて、やっぱりこう立体感とかが出たりするんで、うん、これはすごい良かったっすよ自分とこの痛いがなおさら嬉しいよりね今度小笠原のクリア、はいはいはい、これがね、ちょっとね思ったより差は出ない感じです、どこ、ね、境界線僕ちょっとコネコネしすぎて消えてもらうんですけど、こことここは圧倒的に違います、はい、ここ。あーまあまあ、まあ、確かにそうなんですよ、ただこれに関しては、うん、どっちもちゃんと塗るてかって感じになって、うん、なんかそんなにもともとの小笠原の仕上げがいいかなっていうのはちょっと感じましたうん、うん、だからあんまり良くなったなっていうのはない、ただ音はならない、どっちも結局、まあ、確かにそうなんですよ、もともと綺麗なイメージもあるんだから、そうなんよ、うん、ただメリットとしてはよく見る と、うん、ここは白っぽく光ってるのが分かる、こう、うん、で、こっちは黒い塗るてかって、ああ確かにね、深みがある感じがするな、そう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 、色の深みはやっぱ出るっていうのが違いがあったなっていう、うんうん、で、小笠原さんのクリア系の製造、まあ製造のコーティングの仕上げでいうと、小笠原さんのクリアは擦り傷がつきやすいっていうのを逆にデメリットなんですよ、ああなるほど、そこを埋めてまたリペアできるっていうメリットがありました、ただ雪はどの道つきにくいかなっていう印象です、うんうんうん、なるほど、まあ、実際クリアトップシートの方が雪つきにくいし、うん、原点の小笠原モデルとかはだいたいパウダー滑るとき用のあれつくやん、まあ、だからだいたいクリアの試合が多いっす、へえー、そうなんや、うん、研究してるわでは続きまして、はい、続きましてブルーモリスさんです、はいはいはい、これが一番見た目の違い出た、うん、はい、はい、ブルーモリス工場で作ってるズバーンの板なんですけど、はいうん、ここだけやってないんですよ、そうですね、わかるわ、で、うん、触った感じもやっぱ違う、あちょっとね、ちょっとな引っかかんのかな、これ、うん、引っかかりがすごい多い感じ、うん、ザラザラしてるけど、そう、うんうん、もう質感、見た目の色、質感はもう、うん、ここでも分かるマジで違うここでも分かる、結構ね、デコボコの加工してあるんですよ、うんうん、プルモリさんって、うん、で、傷がつきにくくて仕上がりをかっこよく見えるんですよ、うん、ただやっぱ立体的なんで白っぽくなるっていう弱点があったんですけど、そこをこのコーティングでクリアすることによって色味がすっごい綺麗に出る、確かにね、黒が深くなったっすね、黒深く出てるし、しかも白もちょっと黄ばんでる感じなの分かる、あーほんまやね、ここ白真っ白と黒で、ね、コントラストがパキって出て、うん、めっちゃ良くなったんで、うん、多分小笠原のスクーターのスピナーも同じような仕上げ、あ、こういう感じなんや、そうっす、へー、あとスキー板もそんな感じ、へーそうなんや、世の中のスキー板は大体こういう仕上げ、
なんで、うんうん、スキー板でやるにしても見た目をちょっとかっこよくされたアリス。確かに。あとノアさんもかな。ノアスノーボードもこういう感じの仕上げだった。ブルーモリス工場で作ってるんで。ああなるほどね、はい、うんうん、仕上げは確かこれに近い感じだと思う、うんうん、から多分色味をパキって出すとかやったらこっちの方がいいと思う、うん、なるほどですね。ラスト、うん、まあちょっとこれは色味の違いでっていうところで喋りたかったんですけど、さっきね、うん、マーク W が白、はいはいはい、白系のパールやって違い出て、やっぱ黒も違うっすね。だいぶ違うね。ここだけやってます今度。いやもうで触った感じももうまあちゃうよね多分ね。もう全然ちゃう。あやっぱああもうくくっ、うん、くくっくくくってなる。でもこのくくがやっぱりこう滑りが止まってるってことなんで雪がひっつきやすい、うん、逆に、このコーティング弱点を言うと、うん、足は滑りやすくなります。ああなるほどな、はい、はいはいはい。だから極端なこと言うと、うん、部分でしないとか、うんうん、ああはいはいはい、はい、でかデッキパッド貼ってもらうか、うん、もう滑っても上等じゃないでまあクリアコートの板の方が滑るんで、滑る、うんうん、まあ滑りやすくなるんでデッキパッド貼るとか、はい、まあそういう対処はしてください、うんうん、っていうのとやっぱりこう板要は仕上げによって仕上がりが違うです、うんうん、で多分雪のつきにくいとかもちょっと差は出るんで、うん、そこはちょっともうその板に依存するんでちょっとどうしようもないというか、うんうんはい、そこはちょっと仕方ない、そこもちょっと理解した上で使ってもらいたいなとは思ってます、うん、なるほど、はい、とまあこんな感じですごいいいものができたんで、うん、もしよかったら買ってください。で Amazon 楽天で売ってるんですかね、でこれ自分ですんのちょっと大変やわっていう人もいると思うんですよ、うん、っていう人はこれを、うん、要はチューンナップ屋さんとかでもやってもらえるように今ちょっと話を結構広げてるんで。ああなるほどね、はい、だからチューンナップのセットメニューとしてこういうのもできたらいいんじゃないかなっていう、うん、でも実際に車のコーティングを最後してお渡ししてるお店さんもあるって言ってて、え、そうなんや、はい、ただこういうスノーボード用とかがなかったんで、もうそんなん早う言ってくれよって言われてむしろね、じゃあちょっとサンプル送りますっていう話もしてるんではい、はい、まあ、今後ちょっとチューナップ屋さんとかでも、まあ、自分が持ってってるチューナップ屋さんでこういうのやってほしいっていうのは逆にお店の人に相談してもらったりしたら、うんうんうん、全然ちょっとこうお店の方に取引ができるんで、はい、ぜひお声かけください。あとショップでもワックスのついでにボードのクリーンサービスやってるお店とかは、うんうん、クリーンした後に最後ちょっとコーティングのっけるとか、うんうん、とメンテナンスもちょっと触れとくんですけど、はいはいはい、メンテナンスをした方がいいっていうのがあって、うん、何回か使ってちょっと汚れてきたわとか、うん、ちょっと撥水終わったわってなったらまたこのトップコートですね、はい、うん、こいつをまた同じように施工するだけでいいです、うん、で2時間硬化させたらまた復活します、うん、だから綺麗に清掃してトップコートだけです。下地はまあそう簡単に剥がれないんで、なのでもう下地さえ作っとけばまたこいつで何回も復活できるんで、うんうん、まあこれは結構量入ってるんで、うん、まあ1シーズン2シーズンぐらい持つんじゃないですか。結構持つな、分からんけど多分結構持つな、まあ、量入っとるっすね。結構入ってるっす、はい、うんうん、だからあとまあこれだけなくなったって言ったらこれの単品売りもちょっと考えてるんで、もしちょっと今後要望あれば作りたいかなとは思ってます。なるほど。でちょっとフィードバックとかがまだ少ないんで、うん、レビューでちょっと書いてほしいです。あなるほど、まあ、良かったっていうのも嬉しいんですけど、うん、ちょっともうちょっとこういうところではとか、うん、こういうメーカーの板にはこうだったとかっていう、うん、やっぱレビュー数とかが欲しいんで、うん、それでちょっとどういう風に改良していくかとか、もうちょっとこう雪つきにくいようにするのかとか、うんうん、もうほんまに板によって様々なんで、はい、まあ無理なのは無理とはなると思うんですけど、うん、できるだけちょっといいものを作っていきたいなっていうのが僕の本音なんで、うん、まあ、せっかくねこうやって軽いギアを使ってるんで、うん、雪がついて重くなるじゃもったいないと思うんですよ、うんうん、どんだけ軽いものを作っても雪がついて重いんやから、はい、だからできるだけボードに雪がつかないようにっていうので考えました。ぜひちょっと塗ってみてください。僕はもうこれ絶対あった方がいいなってなってるんで、大気からバンバン塗りまくろうと思ってます。以上コーティングの話でした。ありがとうございます。